ユーハング・スタフクヌート・ビクセルは、スウェーデンの経済学者。スウェーデン学派の祖。ゲルドシンズ・ウント・グター・プライズ。1936。ビクセルは、1851年、スウェーデンのストックホルムで生まれた。彼の父親はかなり成功した、実業家であり、不動産の仲買人だった。彼はかなり若い年齢で両親を失った。母親は、 彼がまだ6歳の時に死去し、父親は彼が15歳の時に死去した。孤児となった彼が1869年にウプサラ大学へ入学し、数学と物理学を学ぶことができたのは、父親の残した相当の財産による。彼は学位を2年で得たが、大学院での研究を続け、1885年に数学の博士号を取った。 1887年にビクセルはヨーロッパ大陸で研究するための奨学金を受け、ウィーンで経済学者のカールメンガーによる講義を聞いた。その後34歳の頃から彼の興味は社会科学、とりわけ経済学へと移り始めた。ウプサラの講師の頃、ビクセルは労働に関する彼の見解によって注目を集めた。ある講義で彼は阻害、堕落、 貧困をもたらすとして、飲酒と売春を非難した。彼は時々社会学者とみなされるが、上記の問題の対する彼の解決策は、三次制限を擁護した点で明らかに、マルサス主義者であり、その理論を彼は生涯擁護しようとした。彼は、激しい意見で注目を集めたが、1893年に出版された、経済学における彼の最初の著作である、価値。 資本及び時代は全く注目されなかった。1896年に彼は国家財政に関する理論の研究を出版し、限界公用理論の着想を、類進課税、公共財、及びその他の公共政策の情勢に対して適用し、筆属の参考書としての地位を勝ち得た。ビクセルは自分の不安定な地位と出版物では、 自分の家族を養っていくことが困難であろうとは知りながらも1887年にアンナ仏敬を内縁の妻とした。その頃スウェーデンでは経済学は法律学校の一部として教えられており、ビクセルは法律学の学位を取るまで教授としての地位を得ることができなかった。彼はウプサラ大学へ戻ると4年の法律学の学位を2年で完了し、 引き続き1899年にその大学の准教授となった。翌年、彼はルンド大学の正教授となり、その大学で彼が最も影響を及ぼした仕事のために努力することとなる。無限在解体を封死した1908年の講義の後、ビクセルは禁庫2ヶ月の刑を受けた。8年後の1916年、ビクセルはルンド大学の職を辞し、 ストックホルムで金融と銀行問題について政府に助言する地位についた。ストックホルムでビクセルはベルティル・オリーンやグンナー・ミュルダールのようなストックホルム学派と呼ばれる後の偉大な経済学者たちを支持した。彼はまた後に国際連合事務総長となるダグハマー・ショルドを教えた。ビクセルは1926年利子理,理論についての最後の著作を書いている間に死去した。 彼の公共政策の要素は、限定的福祉国家の構想とともに、スウェーデン政府にとっては強く印象付けられた。ビクセルの経済学に対する貢献は、マーク・ブロングなど数人の経済学者により、近代マクロ経済学についての基本原理と評された。ビクセルは、レオン・ワルラス、オイゲン・フォン・デーム・バベルク、そしてデビット・リカードに夢中になり、 経済の三つの理論的構想の統合を模索した。統合的な経済理論の構築に関するビクセルの研究は彼に経済学者の経済学者としての名声をもたらした。例えば、生産要素への支払いは、それらの限界生産力に等しいという限界生産力理論は、ジョン・ベーツ・クラークのような他の経済学者によって展開されたが、 ビクセルははるかに単純でより剣道な原理の論証を示した。その理論についての現在の概念の多くはビクセルのモデルから発生している。リカードの所得分布の研究から拡張してビクセルは全く制限のない経済であったとしてもビクセルの前任者の多くが予言したように富が均等配分されるようには運命づけられていないと結論づけた。その代わりにビクセルは 成長によって生じた富は最初に富を持っていたものに配分されるだろうと予言した。これにより、そして限界公用理論により、ビクセルは国民福祉を改善するために政府が介入する余地を守った。ビクセルが最も影響を及ぼした貢献は彼の1898年の著作である利子と物価の中で発表された彼の利子理論である。彼は 自然利子率と貨幣利子率との間に重要な区別をつけた。ビクセルの貨幣利子率は単に資本市場に見られる利子率であった。自然利子率は実物市場の物価に対して中立的な利子率であり、より正確にはあたかも資本市場が必要とされないかのように実物市場の需要と供給が均衡する利子率である。これは自然利子率が 市場相場より高い時に公共が発生すると理論付けたオーストリア学派の理論につながるものだった。この累積過程と呼ばれる貢献は自然利子率が市場相場と等しくない時投資需要と貯蓄量が等しくならないということを意味するものだった。市場相場が自然利子率を下回るとき経済の膨張が生じ他の事情が変わらなければ物価は上昇するだろう。 というものである。この着想は中央銀行政策に基づいた景気循環の理論を形成するためにオーストリア学派によって拡張されることになった。経済の貨幣水準の変更は何らかの方法で自然利子率に関連している為替相場を遷移させ、そして経済成長の変化を引き起こす。累積過程はジョン・メイナード・ケインズの雇用、利子及び 貨幣の一般理論が現れるまで、景気循環の主導的理論だった。ビクセルの理論は、経済成長と景気交代に関するケインズの着想と、同じく景気循環に関するヨーゼフ・シュンペーターの創造的破壊理論に強い影響を及ぼすことになった。ビクセルの主要な知的ライバルは、経済はほとんどもっぱら長期価格の上に安定する。 という貨幣数量説のより簡潔な説明を指示したアメリカの経済学者アービング・フィッシャーだった。ビクセルの理論はこれに比べると実体経済における変化の体系の中の利子率に始まるかなり複雑なものだった。二人の経済学者は共に自分の理論から景気循環の本質は政府の金融政策であると結論付けたが彼らの間の意見の不一致は生涯。 解決されなかった。そして実際、半世紀の後に、ケインジアンとマネタリストとの間で、政策論争が受け継がれた。ありがとうございます。